聴いていただく曲は二人ワンキューね。これがまあ、本名題はその面影二人ワンキュー。そのってあのその一みたいな、あのひらがなじゃない、こんななんつうんですかね、こういうこんな、なんつうの、勘九郎のこっち側の左側みたいな、そうなんつうんですかね、あれね、わかりますでしょ、大体ね、馬鹿僕だけですからね。面影はね、あれ面影橋の面影ね、面に面にあの影ですね。その面影二人ワンキューとか、なんとこう、うん、なんかしっとりくる、なんかなんていうのかな、あなんか、うん、見てみたいな、聞いてみたいなという感じで、ワン屋久兵衛さんという、まあ、お棚の、あの息子さんでございますが、これがまあ金塚松山というおいらんに惚れてしまいまして、まあ資材を全部使っちゃって、まあ牢屋に取り込められちゃって、それでふら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 牢屋から抜け出して、松山に会いたい、松山に会いたい、夢でもし会えたらすってカーッと松山が出てくるわけ、向こうから大体この木のところからドロロって出て、ドロロ出ない、ドロロ上がってきて、こう出てきてね、松山とか言ってね、久兵衛さんって、久兵衛さんとは言わないか、そんな感じで2人で手踊りをしたりなんかしてね、そして最後はまた2人出て、あ気が付くと松山がいなくて、ひらひらりとか爆破しまっていくって感じの、面白いワンキューでございますな。これは要は、この世界に入って二人ワンキューの、まあ、最後の方の手踊りの部分のあんま剣引き、あんま剣引き、玉というのがありまして、それはもう役者さんたちの要は、まあ、アドリブで踊ってるところに対して、とってんちんりんとってんちんりんとってんちんりんっていうのがみんな言ってまして、ダンダダン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 一人で、あの要は手音を弾く、手音って言ったらいいんですか、そういうアドリブ的なものを弾くわけです。もうアドリブでなんですけども、みんな名アドリブが出てますから、もう古典になってますから、アドリブもだ、それをまあなぞって弾いたりなんかするわけですが、とにかくこれが弾きたくて仕方がないという曲で、若い時はねこれ歌詞練習しておりました。その玉がいろいろあるわけでございます、別に譜面にあるわけじゃない、まあいろんなとこから手法法から手を尽くしていろんなものをもらうんですけど、私が聞いたのはとにかく一緒に吉村伊十郎全集でございます。その当時はとにかく吉村伊十郎全集とか長唄の人たちが聞くレコードでございます。もう行きます、ダンダダンダン、それを耳コピですよ、耳コピって知ってるよって、耳でコピーするわけよね、ダンズズンズンダンズンズンダンダラダン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 、自分の知ってる目に書く、ダラダンダンダラダン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 で書く、もう一回聞き直す、キーッとうまくカセットレーダーやろね、あ、押しちゃった、録音しちゃったなんて、録音しないでクッてやってやって、クッと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 って聞く耳コピーですから、耳コピーして後に私ね、その今藤三世、今藤長十郎が書いたという譜面を入手するんです。で見るとやっぱり違いますよね、耳コピしてるから、でももう耳コピしたもんって慣れちゃってますから、今さらその本当の手を言われても、いやいやもうそうはいけない、もうでき俺できちゃってんだもんもう感じ。それでね、今日ね、まあ全部玉を弾いてもいいんですけど、もちろん僕はあのみんなで弾くのが好きなもんですから、お茶の口切りっての真ん中辺にあるでしょ、お茶はね、表紙揃えて技くれと言いますと、たとってんちんりんとって、あんま元気あんま元気って書いてあるとこね、そのあんま元気の前にまず第一の玉が、第一の玉ですよね、第一の玉は私が弾きますね。そうすると玉弾きますと、あんま元気あんま元気、さりとは引き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 ねえろって、またとってんちんりんになります。そうするとカスとした隣のカスとしたが玉を弾きますね、そうすると時代それがしは東の生まれ、私たちはね東京のからやってきたんですよってことで、ね、そうしますとその次は哲六さんが弾きます、シャンシャシャンシャン、その次にお江戸町中見物様のというと、もう一回私が鉄板を弾きますね、そうすで馴染みの酒のごひいき強くというと3人で弾くんです、玉を、そういう手があるんです。3人で弾きまして、であんな気味で朝の睦から日のくるるまでっていう、サリとはサリとはかたじけないっつと、最後の玉は私が弾くという、そういうようなことになってる。それで何が言いたいかっていうと、1234つ目、お江戸町中見物様の窓、この時にね耳コピしてたんですよ、お江戸町中見物様のダンダダン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 
ダンダダンダやっぱ早いからねそれがわかる、ダンダダン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 、こういう音を出してるわけね、ポッとで押さえてみてた、でここをね、音はこうなんですよ。でね、ずっと聞いてるとね、あれ押さえた音じゃねえなって聞こえてくるわけ。つまり押さえた音と離した音、でも離したらこの音しないじゃんね。で、ある時気がつくんですよ、上げてるんだってで、この音を押さえるとこういう風に来るわけ。でも離すとで、明らかに押さえてない音なのにダンダダン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 って聞こえられて、なんじゃこりゃと、三下がりじゃねえのかよと、わかります、この聞いた時の私の発見ね。今 SNS があったら書きますよ、もう本当に YouTube があったら撮りますよ、これびっくりやと、ね、それで、あ、押さえてないんだ、上げるんだと思って、わかりました、上げて聞いて、ダンダダン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 ダもう一回上げてるんだ、おかしくないですかこれ、もう一回上げるんですよ、もう一回上げてダンダンダダンダダンダンタランダンダンって何ダンってなんでだろうな、ダンってその間に取ろうしかない、二の糸の解放を取ろうってやるだけで一気に冷めてドンって音を出さなきゃいけない、何これ、やりますけどね、やりますけど何これって話を、今まで私も前の回でしょっちゅう聞いてずっと言いたかった、これを何気なくやってましたけどね、これめちゃめちゃ大変なこと、もうやりますよ、やりますよ、だからこれね、よこれすごいなって、名人ってすごいなと思うわけ、すんげえなーと思って、こんだけ喋るとねできないのもわかんないですけどねこんなこと言うもんじゃないのし、聞く前にね、聞いた後にできてから言うもんだけど、でもできてから言ったってさ、みんなへーって言うだけじゃんね、やる前に言わないとさ、だからお江戸町中さ、みんなどっちになってそんなのがあるわけでございます。それでそのから三浦町があって、最後佐藤さんとはと言って、おしまいになります。もうそれがワンキュー、ワンキュー大体28分ぐらいございますんで、ちょっと喋りすぎましたということで、テイソンさんと半田さんと、で俺とガストシ君とデスロンでワンキューたっぷりやります。おかげさま、入ります、よろしくお願いいたします